ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。マリサ、今日すごい夢を見てしまったよ。夢？お前はいつも変な夢見てるな、前は。いや前見た夢より全然すごいよ。世界の終わりだよ。なんだよそれ、他人の夢の話ほど、つまらないものはないぜ。いやこれは予知夢かもしれないよ。たくさんの隕石が降ってきて。隕石とかありきたりなんだぜ。昔からたくさんの予言があるけど、まだそっちの方が聞いててマシだぜ。そういえばいろんな予言があるね。ノストラダムスの予言とか、マヤの予言とかたくさんあったね。そうだぜ、1999年に終末を迎えると言ったノストラダムスの予言。マヤの予言は諸説あるが2012年に終末を迎えると言われたが、結局大丈夫だったぜ。全然平気だったわね。私も心配しただけ損しちゃったわ。本当に大丈夫だと思っているのか、霊夢？何よ、その言い方は。実はあまりにも有名な書物で、人類の滅亡を予言しているのがあるんだぜ。え？何それ、私その本知らないんだけど？それはなんと聖書に書かれてる予言だぜ。え？あの聖書？キリスト教の教えが書かれてる本だよね。あの本にそんな滅亡とか、恐ろしいことが書かれてるの？そのまさかなんだぜ。私でも知ってる本に書かれてるなんて、なんかちょっと意外だったわ。詳しく聞かせてちょうだいよ。しょうがないな、今日は聖書に書かれた黙示録の話をするぜ。よろしく頼むよ、マリサ。ところで霊夢、聖書って何か知ってるか？バカにしないでよ、キリスト教のことが書かれている本でしょ。あってはいるんだけど、それでは点数としては30点なんだぜ。残念ながら霊夢は赤点だな。世界滅亡の時には信仰心が足りず、救われないんだぜ。どういう意味よ、聖書って言ったらキリスト教じゃない。聖書はまず、旧約聖書と新約聖書が存在するぜ。そういえば聞いたことがあるわね、旧約聖書と新約聖書。ラピュタの息子大佐も、旧約聖書にある、ソドムとゴモラを滅ぼした、とか言ってたね。よく覚えてるな。まあ大きく分けるとその二つがあるんだ。へえ、私はてっきり、日本語の新しい訳って意味かと思っていたよ。それは結構改訂されているな。その話はとりあえず置いておくぜ。旧約聖書とは、もともとはユダヤ教の聖典なんだ。え？ユダヤ教が出てくるの？キリスト教じゃなくて？細かい話は飛ばすが、簡単に言えば旧約聖書は、ユダヤ教との歴史の話なんだ。旧約聖書に書かれている、出エジプト記、バビロン捕囚など、言ってしまうとかなり悲壮的なことが書かれているんだぜ。ちなみにどんなお話なの？出エジプト記の方が有名だから、こっちを話すぜ。預言者モーセが主人公で、彼の誕生から物語は始まるぜ。彼が生まれたのはエジプトで、エジプトではイスラエル人が増えすぎてて、イスラエル人は重労働をさせられてたんだぜ。イスラエル人はかわいそうだね。そしてある時モーセは、エジプトを出るようにと、神様からお告げをもらったんだ。お告げをもらった、つまり預かったから預言者なんだね。その通りだぜ、細かいところだけど預言者ではないんだぜ。しかしエジプトの神様ファラオが、イスラエル人の解放を許さなかったんだ。だけどモーセは神の力を使って、エジプトに災いをもたらすんだぜ。すごい世界観だね。昔は本当に神様がいたかもしれないんだ。その災いは10個あったんだけど、最後が強烈で、それが致命的となって、ファラオは降参したんだぜ。やったね、これでイスラエル人は解放されたんだね。そうだぜ。解放されたイスラエル人は、神との約束の地を目指して旅立つんだけど、ファラオはやっぱり、労働力が欲しかったのか、大軍を率いてイスラエル人を追いかけるんだぜ。海沿いまで追い詰められたイスラエル人は、もうおしまいだと思った。しかしモーセが海に手を向けると、海が割れて歩けるようになったんだぜ。異世界無双の人たちもびっくりの、主人公補正ね。そして後続のエジプト軍も乗り込んでいくんだけど、イスラエル人が渡りきると、海が元に戻ってしまって、エジプト軍は壊滅してしまうという話だぜ。まだまだ続くんだけどな。とっても面白いね。小説みたいだね。聖典ってもっとこうするべきみたいな。教えがたくさんあるのかと思っていたよ。あるにはあるんだぜ。出エジプト記だと十戒が有名だな。十個のしちゃいけないことが書かれているんだぜ。まさにそんなイメージが強かったよ。ともかくそんな困難を乗り越えて、救世主が現れるというイメージから、信じた者のみが救われるという世界観を作り出したんだぜ。いわゆる選民思想という、選ばれた民族だけが、助かるという考え方がユダヤ教だぜ。なるほどね。イスラエル人が助かった話が書かれてるのが、ユダヤ教の聖典の旧約聖書だね。そうだぜ。そしてその旧約聖書を最初信じていたのが、キリストなんだぜ。どういうこと？キリスト様って神様じゃないの？そうだぜ。ますます意味がわからないんだけど、旧約聖書ができたのは、キリストが生まれる前なんだぜ。だからキリストが生まれた時は、ユダヤ教が存在していたんだ。
そしてキリストは、ユダヤ教を広めていってたんだぜ。でも生きていくうちに、先民思想がおかしいことだと言ったんだ。ユダヤ教に疑問があったんだね。彼らは選ばれた民族しか、救われないとしてたからね。その通りだぜ。だから途中から、キリストは信じる者は誰でも救われる。という教えを広めていったんだぜ。そして最後貼り付けにされて、最後は復活するんだぜ。かなり大雑把に説明したね。キリスト教は知ってるだろうしな、ある程度でいいんだぜ。最後に補足なんだけど、イスラム教も実は同じ聖典なんだぜ。イスラム教もなの？そうだぜ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は同じ神様を信仰してるぜ。日本に住んでると多神教だからか、全部違う神様だと思ってたよ。そうだな、一神教という概念が、いまいちわからないかもしれないぜ。さて、やっと話せるぜ、この聖書には黙示録があるんだぜ。黙示録？すごいアニメのタイトルみたいだね。そんな顔するなよ霊夢、別に中二病とかそんなんじゃないんだぜ。簡単に言えば、世界の終焉が書かれているんだぜ。世界の終焉？そういえばそんな話だったね。途中で聖書の話になってしまったけど。そう、旧約聖書と新約聖書とあるが、その新約聖書の中に、ダニエル書と、ヨハネの黙示録と呼ばれるものがあるんだ。それが問題の2冊なんだね。その通りなんだぜ。そしてこの2冊を、研究していた人物がいるんだぜ。研究していた人物？やっぱり宗教家とかなのかな。全然無楽な人物なんだぜ。それは天才物理学者、アイザック・ニュートンだぜ。え、ちょっと待ってよ。本物の物理学者じゃない。まるで偽物の物理学者がいるみたいな言い方だな。でもガチガチの理系人間の人が、どうして予言なんかに興味持ったんだろう。それはだな、ヨハネの黙示録は、主題や文章構成が、他の章と全く異なっていたんだ。だから当時の宗教学者は、これは暗号がある、そして数学的な意味がある、と考えたんだ。そして彼の書物からは、ピラミッドの研究した資料が見つかっているんだ。ピラミッド？どうして？エジプト？そう、エジプトは、イスラエル人のゆかりの地でもある。エジプトのピラミッドは、今でも謎が多くて、そもそも石をあんなに詰めた理由も、東西南北に正確に作られていることも、当時の技術力からすれば、不思議でしかないことなんだ。ニュートンは新約聖書の、ヨハネの黙示録のヒントは旧約聖書にあり、旧約聖書のイスラエル人の歴史を追っていき、そして最終的にエジプトのピラミッドに、その解放があるのではないかと考えていたのじゃないだろうか。そして、ヨハネの黙示録は、黙示録の戦いと言われていて、キリスト教の最後は、再びキリストが復活して、死者がすべて蘇り、その時にキリストと、反キリストとの戦いが起きると言われている。しかし聖書を読んでもいつ起きるかが、書かれていないんだ。なるほど、だから数学的暗号があると、ニュートンは考えたのね。そうだぜ、ニュートンはそこから、数学の力を借りて、なんとか計算しようとしたわけだ。なんとすごい気力。そもそもニュートンは物理学だけではなくて、錬金術や神学の研究もしていたんだ。いろんな分野を研究していたんだね。そしてなんとか世界終末の日を、計算することができたんだ。それはいつなの？今から40年後の2060年だ。結構先ね、ひとまず安心だわ。でももしかしたら、生きているかもしれないから、気をつけた方がいいぜ。でもまだまだじゃない。そういえばニュートンは、どうして暗号だと思ったのかしら。そうだな、少し、ヨハネの黙示録の話をしよう。ヨハネの黙示録は、新約聖書の最後に書かれているものなんだ。最後に書かれているというだけで、なんかすごく大事な感じが出てるわ。そして唯一の未来についてを、書いてある書物なんだ。だから予言の性質があるのね。そして文章の中で単語や文法などが、すごく旧約聖書と関連性があるんだ。だから旧約聖書を知らないと、文章がなかなか理解できない構造となってるんだ。ここで旧約聖書が出てくるのね。また、数字に重要な意味を持たせるように、書かれているのも特徴だ。七つの封印、七人の天使などが文中に出てきて、数字に意味を持たせようとしたとも、捉えられるぜ。666の悪魔の数字も、ヨハネの黙示録から来ているんだよ。666の元ネタも、ヨハネの黙示録なんだね。そうだぜ、この黙示録が元となってるものは多いんだ。どうしてこんなこと書いたんだろうね。一説には人間に対する試練だと考えられているぜ。人間に対する試練？どういうこと？霊夢は何も試練や困難を与えないと、だんだん堕落していくだろ。そんな、毎日寝てばっかみたいなこと言わないでよ。でも実際そうだろ。それと同じようにヨハネの黙示録は、ある意味で、人間に対する哲学的な問いなんだ。毎日今のことだけを考えていては、視野も狭くなってしまうし、必死に生きようともしない。もし明日世界が終わるとしたら、霊夢は何をする？何って、私は何をしようかな？おいおい、明日滅亡するかもしれないんだぞ。
家族とか友人とかに会うとか。そうだね、マリサや他の友達と会いたいとは思うし、もっと普段から優しくしてあげれば、もっといろんなことをしたかったな、とも思うよ。そういうことだ。つまり神様は、いつか世界は終わるから、その時まで必死に生きなさい。必死に生きれば最後は救われますよ、と教えていると考えることもできるな。なるほどね。そういえばもう一つの、ダニエル書というのは何？ダニエル書は、旧約聖書に書かれた予言書のことだぜ。なるほど、だから旧約聖書の話を最初にしたのね。そうだぜ、どうしても新約聖書の話をすると、旧約聖書が出てきてしまうんだぜ。ダニエル書は、四つの帝国の滅亡と、新帝国の創生について書かれてるんだ。ダニエル自身は、その話を幻によって聞かされるんだけど、理解できないんだ。だから大天使ガブリエルが説明してくれるという、話の構成になっているぜ。大天使ガブリエルとか、すごいのが出てくるんだね。そして前半は、バビロンの歴史的な話が書かれており、後半が、予言と呼ばれる部分になっているぜ。そういえばバビロンってどこになるの？バビロンは、ティグリス川とユーフラテス川の間の地域を指すぜ。国で言うと現在のイラクだぜ。そしてその後半部分で、予言となっているぜ。天使と悪魔が戦いを始め、ミカエルが指揮を取って悪魔と戦うとされてるぜ。そこでユダヤ教徒はまた、どの苦難より深刻な、苦しみの時が来ると言われているぜ。やっぱり旧約聖書は、ユダヤ教徒の辛い歴史が書かれているのね。そして、命の書に名前が書かれているものは、復活するとも書かれているんだぜ。命の書って何？これは神様が管理している名簿のことを、指してるそうだぜ。つまり信仰心があれば、神様はあなたの名前を記録しますよ。ってことだな。なるほどね。つまり信仰していないものはそこで、復活できないのね。そういうことだ。ちなみにこちらの終焉は、明確に日付がある。え？そうなの。じゃあ終焉の日を教えてよ。1290日後だと、予言されているぞ。ちょっと待ってよ、いつから1290日後なの？それは一応ダニエルが予言を聞いた日から、1290日後だ。ということは終わってるじゃない。残念ながらそういうことになるな。心配して損したわ。しかしまだ、新約聖書の方があるからな。それに旧約聖書は、どこまでもユダヤ人のために書かれたものだからな。それ以外の人類を救おうとしたのが、新約聖書なわけだぜ。つまりいつか滅んでしまうのを救うために、キリストは復活して、私たちを救うために、新約聖書を作ったってこと？いいところをすべて取ったな。まあ私の言いたかったことは、そういうことだぜ。もし40年後も生きていたら、ヨハネの黙示録のことを思い出してほしいぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。